フロントガラスやサイドガラスに、まあ、水滴が蒸発して残ってしまった、鱗がついてしまったので、それを取るために鱗取り研磨タイプを買いました。まあ、油膜取りでは落ちない、磨いて落とすと。で、鱗を取った後にフロントガラスにはこのモンスター、モンスター級の塗り込み面、塗り込み面がモンスターっていうだけでどこまで効くのかっていうのはちょっとわからないんですけど、雨粒がぶっ飛ぶ耐寒性、超撥水というふうにありますので、期待して塗り込みたいと思います。それとサイドミラーですね。サイドミラーにこのように雨が降った時にこうついてしまって後ろが確認しにくくなってしまうので、スプレータイプの超撥水ミラーコートというのを買いました。フロントガラスの汚れを取るために水で流します。まずは鱗取りからです。水気を拭いていきます。フロントガラスの鱗取りが済みましたので、今度は撥水コーティングをフロントガラスに施したいと思います。初めて使うんですけど、プロスタッフから出てるモンスターっていう商品ですね。モンスター級の塗り込み面、塗り込み面が広いと。で、丸い部分と、あとこの尖った部分があるので隅々まで塗り残しなく塗れるということが売りみたいですね。あと雨粒がぶっ飛ぶ驚異の超撥水とあります。まあ、どれだけ撥水してくれるのか楽しみですけども、蓋を塗布して約10分経ちました。夏場は10分、冬場は15分、乾かせばいいようです。塗布した液が乾けば濡れたタオルで拭き取って完成ということです。はい、これで全体を拭き上げました。では効果のほどはどうでしょうか。水をかけてみます。あ、しっかり撥水します。ちょっとガレージの天井が映り込んで分かりにくいですけども、しっかり水弾いてますね。次にこの超撥水ミラーコート、サイドミラーとバックカメラ用なんですね。とりあえずサイドミラーに施工したいと思います。スプレーするだけで拭き取りいらずということです。説明書によると、プラスチックの部品に
液体がついたらダメみたいで、この台紙自体でこのようにミラーの前に飛び散らないようにカバーをして塗布するということです。で、塗布した後は指で触ったりタオルで拭いてはダメと。そうするとコーティングが剥がれますということなので、スプレーしたらそのまま乾燥して終了ということになります。こんな感じに台紙で周りに飛び散らないようにカバーをして表面に塗布するということです。塗布しました。全体にまんべんなくスプレーっていうのではなくて、上の方にスプレーして垂らして全体に塗布するということです。塗布直後は少し白くなります。でもこれが乾くと透明になるそうです。確かに水滴はつかないですね。こちらもつかないですね。雨の日でも視界は確保できそうです。このサイドのガラスがまだ何もしてないので、ちょっと水が中途半端に残ってしまって、この水滴のせいでミラーの視界が遮られているような感じはありますけど、窓を開けるとこのように、確かちょっとこの辺は塗装が甘かったのかもしれないんですけど、この真ん中の部分は水滴が全くついてないような状態です。